鶏ガラチキンさん、フレーム回避もぶっ飛ばしもできてきてるし、昔に比べてずっと成長してると感じるよ。ありがとうございます。徐々にだけどね、ようやく、あ、これはこのボタンねっていうのが理解できるようになってきました。はじめはその新モーションとかがあったりとかして、え、これはどういう感じでこうなるのとか、例えばぶっ飛ばしの時も怒ってる時ができないとか、そういうのも知らないし、何のボタンで傷つけて何のボタンで飛ばすのかとか、そういうのも全くさっぱりさっぱりだったので、まあ本当ようやくですよ。この何ヶ月ぐらい配信してるかな、7ヶ月ぐらいようやくです。まだまだ学べることは多いと思います。なので頑張ります。あー、びっくりした。めっちゃ外してる。入った。ごまきのギルド、これだね。リノバルアシュは弱点、割とまあ何でも効く。あと属性だと竜が火と竜、この辺で生態性だけ取っちゃうか。で、火属性に入れるか。さあ、ルームサービス猫ちゃんに頼まれたんで行ってくるか。なんかめっちゃ気管みたいな声入ったああ、たまにあるよね、ああいうなんか入っちゃいけないところに入るやつ。ちょっと待って。あ、どこも行ける。じゃ。おお。尻尾が長いのよ、やっぱり。とりあえず傷つけもしたいな。そろそろ待ってへん。そろそろさ、取りそうな時にさ、だいたいこう食らっちゃうんだよね。そんなにかね、危ない。レベル2なの。え、危ない。大きくんがなんていうタイミングで寝かしてくれたんでしょう。これはちょっと困っちゃう寝かしのタイミングですね。めっちゃ外してる。え、そういうこと？起きちゃうよ。あー、びっくりした。なんか下からすごい切られた。なんなん、びっくりするわ。やっぱりこの
長的なね。危ない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 。鉄人もびっくりしそうなぐらいのさばきだよね。どっちの気がする。これはもう二つのいいとこだよ。あー危ない。いや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 、毒もいっぱい効くかな。地味に体力減らしていきたいじゃん。てか皆さんはこのリノバルドに中華料理を作ってもらうとしたら何がいいですかね。この歯でめっちゃ切れそうな、この歯で。私はね、私クラゲの冷菜とか好き。美味しくない？クラゲの冷菜にお酢とか醤油とかからしとかつけて、ラー油とか美味しいんだよ。あとはね、エビチリも好き。中華料理マジでいっぱいあるじゃん、美味しそうなの。スーラータンメンも好き。あれも中華でしょ。やだ、めっちゃ噛まれてる。こういうことになってる。光景が。あとね、そうだ、杏仁豆腐が好き。タピオカ、ん？ココナッツミルク。あれね、お店によるんだけど、美味しいところはさ、やっぱすごい美味しいんだよ。あのココナッツミルクとかで、ちょっと独特な食べ方だけど、あの私が行ってるお店でそうやってやるんだけどね、杏仁豆腐の中身をココナッツミルクの中に全部入れて食べるのが好き。あれめっちゃ美味しいよ。ちょっと贅沢なスイーツの食べ方、デザート。横浜中華街とかもさ、あ、おお、びっくりした。たまーに行くとやっぱ本格な感じを食べてるみたいでいいよね。お店もいっぱいあるし。おお、やばいんだけどマジで。ピンチになったら吸いたくなった。失った中華街な。でもしばらく行ってないな。昔はさ、コンサートとかでさ、横浜の会場に行って、その流れで寄ることがあったりしたんだけど、最近ライブ自体をやってないから、なかなか横浜に機会がなくて食べてないんだけど、でもあのたまにさ、お店の外とかでさ、なんつうの、持ち帰り用にさ売ってるさ、シューマイみたいなやつにお米がついてるやつあるじゃん。学校の給食とかにもああいうのあった気がするんだけど、あれが結構好きで、
売ってたら買って食べちゃった。あの1個だけ買っても成立するじゃん、あそこちょっと食べ歩き的な感じだから、ちょこちょこつまんで食べるのが楽しいよね、食べ歩き。あれ、あれそろそろじゃない、なんか見失ってる。どういうこと？見失ってるよ。なんで？どういうこと？なんか見失われてる。あ、気づかれた。気づかれて、そこ。この攻撃を見た。なんかそろそろじゃない？気がしてくるけど、あともう一息かな。あお！ですよね。あとね。危な。危な。危な。あお！危な。本当だ。まだまだ私2回目よこれ。どんどんついてくるわね。ここまでこれついてくる。昔はさ、結構エリアチェンジとかさ、そういうのがあったからさ、なんかここからここのエリアに移っちゃえば、とりあえず一回大丈夫みたいなのがあったよね。まあ、こうやって繋がってるからさ、どこまでついてくるのかなって思う時ある。なるほどね、君はそういう動きをしてるのね。お、捕獲できる。捕獲ができる。こっちの方なんだね、リムガルト。すぐによく見える場所。え？ U ターン？え、寝に来たわけではないのか。とりあえず移動してまだやるぞっていう感じだったの。よし、これで多分またあのルームサービス、猫ちゃんに話しかけに行くのかな。おいしょおいしょ、順調に次から次に進めてます。お、もらった、ついにゲッツ。これレベル1。レベル1っていうか、これは、レベル1っていうか、1個あればいいやつじゃないの？切れ味の消耗を半分に抑え、稀にボウガンの弾、弓の瓶を消費せずに発射できる。シリーズスキルと比べると、やっぱ劣るのかな。よし！というわけで、5席マイルームっていうか、ルームサービスの猫ちゃんからもらったんで、じゃあ、ラージャンの装備どうしてこうかって話なんだけど、ブラキのさ、この、スキルっていうか、装備スキルと、シリーズスキルって、この、砲術極意っていうのがあって、これなかなか、もし鉄鋼ライトで行くならいいんじゃないかなみたいな風に思ってて、ただブラッキの装備を4つつけないとこれがつかないんだよね。まあでも本当これ4つつけて、とりあえず挑戦者とあと砲術がマックスになるのかな、これ解放されて。
だとりあえずここを目指して集めて作ってみたいと思います。はい、というわけでこのチャンネルが面白いなと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。